読売新聞の星野です。挑戦おめでとうございます。挑戦が終わったばかりで、また小手さんと戦う機会に挑戦する権利を得たわけですけれども、今の率直なお気持ちを改めていただけますでしょうか。あ、そうですね、再び、藤井さんと総選対戦する機会が、機会を作れたことは、そうですね、良かったと思います。棋王戦で挑戦が失敗に終わった直後の、インタビューでは、力不足を実感したというようなことをおっしゃってたんですけれども、今、藤井さん対策というか、叡王をこうやって取りに行こうというような今、作戦といいましょうか、腹積もりというのは、そうですね、そうですね、なかなか、そうですね、大盤勝負で、2回続けて、結果が出ていないので、そうですね、そうですね、やっぱりその前の2回よりは、ゴール実力を上げて臨まないといけないというふうに思っています。まだ1勝がなかなか遠いところではあると思うんですけれども、まず1勝というような気持ちなのか、そのやっぱりタイトル戦出るからには、取るつもりでいるのか、そのあたりを。そうですね、もちろん取るつもりで臨まないといけないんでしょうけど、なかなかそうですね、内容を見てもあまり接戦にできていないという、現状ですので、そうですね、もっとこう気力を伸ばしていかないといけないなというふうに思っています。ありがとうございました。じゃあ、ジャスコイさん。あ、はい、昨日移動で中1日、中1日っていうのもちょっと大変だと思いますけど、昨日移動で、聞くところによるとちょっと移動でトラブルで体力そがえたんじゃないかなと思うんですけど、その辺は今日はコンディションいかがでしたか。あ、そうですね、ただそうですね、1日休むことができましたので、そんなにコンディション的には問題なくやれたかなと思っています。よろしいですか。最初の北野です。挑戦もございます。今日の将棋1点だけ伺いたいんですけど、先ほど永瀬九段が2一飛車までは予定でしたとはっきりおっしゃれて、いやすごいなと思ったんですけど、はい、そしたら7八内径あたりまでは時間かかってないんで予定なのかなと思って、その前後どのあたりまで思い描いてる局面の中を2人で追っていたって感じだったんですか。そうですね、そうですね、ちょっと本局はこちらの方がはっきり認識が不足していた印象で、そうですね、こう7九玉と引かれて、こう7九玉と引かれる局面は先手が結構手が広い局面なのかなと思ったんですけど、そうですね、引かれて、こちらも初筋交換を通しに行くよりないのかなと思っていて、ただそうですね、その後のこう、直線の変化が、そこまで深い認識を持っていなかったのはちょっと問題だったかなと思っています。ここはいかがでしょうか。一応丸山です。おめでとうございます。今期の叡王戦は振り返られてご自身の戦いぶりはいかがだったでしょうか。そうです、叡王戦は
まあ、比較的持ち時間の短い棋戦だと思うんですけど、まあ、今まであまりそういった棋戦で、まあ、なかなか結果が出ていなかったんですけど、そうですね、まあ、今期は割と、まあそうですね、時間が短い中でもまあなんていうか決断よく指すことができていたのかなというふうには思ってます。今までも時間短い方だとちょっと苦手というかそういう感じだったんでしょうか。そうですね、まあ、そうですね、なんかまあ今まではまあどちらかというと持ち時間がある棋戦の方がまあ結果は出ていたのかなと思うふうには思っています。今回その要するに短い持ち時間をどう戦うかという何か対策みたいなことをされたんでしょうか。まあやっぱりそうですね、あまり相手との持ち時間がまあこう差がつかないようにということはまあ、意識はしていて、まあ、ただ本局は結果的にはまあそういう展開にはなってしまったんですけど、まあ、ただそうですね、ここまでのこう勝ち上がった中では、まあそうですね、比較的そういったところがまあうまくいってたのかなと思います。この持ち時間の短い対局でも戦えるようになったというような自信みたいなものは出てきたというのはあるんでしょうか。そうですね、まあ、そうですね、やっぱりそういう、まあ、短い棋戦に対してまあちょっと、まあ、苦手意識みたいなものがまあそうですね少しあったので、まあ、今回挑戦できたことは良かったと思います。あと木戸さんあとの力不足という話、実力不足という話だったんですけど、どういったところを特に強化していきたいという優先順位ですか。そうですね、まあ、なかなかこう終盤勝負というところに持っていけてないのかなというふうに思うので、まあそうですね、そういうまあ難しい終盤にまずは持っていけるように、まあやはりこう中盤のまあ難所でそうですね、正しい判断ができるようにしないといけないなと思っています。ありがとうございます。じゃあよろしいですか。すいません、世の中には3度目の正直という言葉があります。1度目2度目の経験を生かして開くということかと思うんですが、その竜王戦を初めて挑戦された時よりも経験値であったり、当然藤井さん考察感覚みたいなものは積み上げてこられていると思うんですが、そのあたり、3回目少し望む気持ちだったりというところで違うものになるな、あるいはしたいなっていうところはどんなふうにイメージされているでしょうか。そうですね、そうですね、まあ、なかなか結果が出ていないので、まあ、こう良いイメ、まあ、良いイメージを持って臨むことは難しいんですけど、まあただそうですね、まあなんていうか、まああまりこう悲観的にならず、まあそうですね、こう前向きな気持ちで臨めればというふうに思っています。ありがとうございます。叡王戦は藤井さんの主催棋戦ということで、タイトル戦もたくさん経験されていらっしゃると思うんですが、趣向を凝らしたスイーツ、お菓子などなどが出てくると思うんですが、そのあたりの期待感を、はい、ってことを。そうですね、まあ、やはりこうタイトル戦でのまあそうですね、おやつというのをまあ一つの楽しみにしているところですので、
まあ、今回はそうですね、そこは楽しみたいと思っています。中日新聞の加藤です。今回の叡王戦は名古屋市での対局が2局あるんですけれども、はい、まあ、藤井叡王はそうですけれども、伊藤さんともご縁のある場所かと思うんですが、印象をお願いします。はい、そうですね、まあ、名古屋は、まあ、そうですね、親戚の家があって、まあ、こうそうですね、小さい時はまあよく行っていた場所なので、そうですね、うん、まあ、名古屋で対局できるということは、まあ、自分にとっても嬉しいことだなと感じています。まあ、これまで竜王戦と棋王戦で、対局戦2回にやられて、まあ、結果としては残念な形になってますけれども、まあ、7番将棋を教わったというんでしょうか、伊藤さんなりになんかここは手応えをつかんだとかですね、なんか次に生かせそうだなというようなところが今、思いつくのがあるかもしれないですか。そうですね、なかなか、そうですね、手応えというのものは、まあ、なかなかつかめていない現状ではあるんですけど、そうですね、うん、まあ、ある程度そうですね、まあ、序盤の分かりとしては、まあ、こちらもやりたい将棋はさせているところもあるので、まあ、やっぱりそうですね、中盤で、まあ、中盤戦をこう乗り切れるかというところが鍵になってくるかなと思っています。棋王戦のシリーズを通してみると、今まであまりその変化してこなかった、序盤で工夫をしなかった藤井さんが自分から工夫をするような展開の将棋、まあ、角交換をしなかったりとかですね、はい、相手が伊藤さんだからこそこう戦い方を変えてきたのかなと、見てる側をちょっと受け止めるところがあったんです。ご自身はどうだったんですか。まあ、そうですね、まあ、相手によってこう戦い方を変えられるという印象はあまり持ってないんですけど、うん、まあ、ただそうですね、うん、まあ、そうですね、藤井さんがなんていうか、まあ、そういったこう戦い方をされるという、まあ、印象は、まあ、今までなかったので、そうですね、まあ、それも踏まえて、まあ、考えていきたいなというふうに思っています。そこにその自分の序盤研究が藤井さんにも通用しているというか、警戒感を与えているというような気持ちじゃないですか。あ、まあ、まあ、そうですね、そういった認識ではなかったです。最後にごめんなさい、まあ、藤井さんとの場所はなかなか結果が出ませんけれども、ただ今回のように挑戦者、まあ、連続で挑戦者をつかむというのは非常にとてつもないことかと思います。対藤井以外では非常にその素晴らしい結果を今残しているところだと思うんですけど、ご自身のその調子であったりとか、ここ 1,2 年の棋力の向上についてはどう思っていますか。そうですね、まあ、やっぱりそうですね、藤井さんとこう、まあ、番勝負を戦うことで、そうですね、うん、まあ、自分自身も成長できている部分は結構大きいのかなというふうに感じています。繰り返しになっちゃいますけど、叡王戦への抱負、意気込み、自信のほどなど、そうですね、まあ、やっぱりそうですね、ちょっと、まあ、今までこう不甲斐ないシリーズが続いているので、うん、まあ、もっとこう熱戦を
お見せしないといけないなというふうに思っています。ありがとうございます。じゃあ、よろしいですかね。はい、じゃあ、以上で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。